《ほらよお前の好きなミルクティー》 ああ、そうだな。子供の頃は親に連れられてよく来てたよな、とこ。はあ、観覧車が小さくなった気がするお前どんだけ成長したんだよ。てか、そんなに背伸びてねえじゃねえか。そんなことあるほら、見てみろ。俺より20センチも小さいじゃねえか。ああ。 まあそうかもな。結構背伸びだよな、俺。てか、子供の頃はお前とあんまり変わんなかったから、心配だったんだよな。なんでって、こうして並んで歩いたとき、なんとなく格好つかねえだろ。あ,あ、聞こえなかったお前耳遠すぎだろ。バーバアかよ。えへへ。 悪口はよく聞こえるんだなあはいはい悪かったよ謝るからそんなにほっぺた膨らませんなってちょっとした冗談だろんああお前を呼び出した理由かなんとなく冊子はついてんだろ嘘つけどんだけ鈍感なんだよ今日は3月14日ホワイトデーだろあのな せっかくいい雰囲気のとこ選んでやってるのに、お返しがあるならさっさと渡せって。ほらよ。もしサイズが合わなかったら、ペンダントトップにでもしてくれ。いいから開けてみろよ。お前はもう覚えてねえかもしれねえけど、子供の頃、遊園地のお土産売り場でずっとこの指輪を見てただろ。 大きくなって彼氏ができたら絶対買ってもらうのって。俺はずっとその言葉が頭から離れなかった。どうしても忘れられなかったんだ。何年後になるかはわかんないけど、大人になったお前の彼氏になるやつが、俺以外の誰かだったらどうしようって。俺たちは子供の頃から一緒で、 一番近くにいたのにないざとなると照れくさくて恥ずかしくて何も言えなかったそれにもし断られたらこの関係が終わっちまうんじゃねえかって怖かったんだだからお前がずっと俺にくれてたチョコが本命だったって知って本当に嬉しかったえっ覚えてる そうだったのか。大きくなった俺に買ってほしいって意味だったのか。お前、いつも可愛くねえことばっかするから、そういうつもりで言ってくれてたなんて、全然想像もできなかった。バーカ。お礼を言うのは俺の方だ。ずっと待っててくれてありがとうな。それと、 もう一度、ちゃんと言わせてくれ。俺はお前が好きだ。俺と、付き合ってほしい。<laughs> よーし。それじゃあこのまま初デートと行くか。まずは、観覧車からだな。